こんにちは、エンプレッション1号です。2号です。本日はこの動画を見てくださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。我々マクニカという会社で半導体の商社なんですけれども、メーカーフェア東京のスポンサー、今年で7年目に突入しました。今年もよろしくお願いします。お願いします。本日の動画ではこんなことを紹介します。今日はですね、新製品の紹介、話題のスチーム教育、プレゼント情報なんかもお送りする予定です。最後まで見てください。で、早速なんですけども、コシアン5、こちら大ヒット商品、超小型 Bluetooth モジュールのコシアン、これの新製品がついに登場します。これね、プロト用で何千個も売れたやつね。今回何新しいんだっけ。はい、これはですね、Bluetooth 5.0 とメッシュの規格についてついに対応します。5.0 って何だっけか。そうですね、5.0 の特徴としてはまずロングレンジですね。うんうん、距離長いってこと。そうです。今までその電波の届く距離がだいたい10メーターぐらいだったんですけど、これが長い距離です。どのぐらい。4倍ぐらいです。だいぶ違うね。はい、まあ、この星はちょっとアンテナも小さいのでそこまでいかないと思うんですけど、それはまあ出来上がってからのお楽しみということです。うん、OK、OK、いいね。あとハイスピードですね。うん、これはどのぐらい速くなるの。今までの2倍は速くなります。高速になるのも嬉しい特徴ですね。いいね、いいね。でも、Wi-Fi でいいんじゃない。これ珍しくするぐらい。うん、珍しいですね。速いけど、Wi-Fi は電池食っちゃうんですよね。うん、なるほど。BLE だからローエナジーってことね。そうです、うん、メッシュは。メッシュはですね、今日ちょっと話すと長いんで、また明日。了解。はい。はい、なんか、さ、動いてるやつとかって今ない。ちょうど試作品のデモを少しだけお見せしますね。で、これはですね、音湿度をモニタリングした上で、天気の情報を LED のイルミネーションで表現するっていうデモンストレーションですね。うん、こんな風にセンサーと組み合わせることによって誰でも簡単に Bluetooth を使った IoT 装置を試作することができるようになります。おー、いいね。でき始めてるね、はい。うん、これの発売予定なんですけれども、うん、年末頃を予定してます。うんうん、前のみたいに JavaScript とかで開発できるんだっけ。ちょっと JavaScript ではないんですけども、うん、無料で利用可能な SDK を合わせてリリースする予定で、うん、Python とかあと、Swift の環境で開発していただけるようになる予定です。Python いいね。素晴らしい、うん。はい。この番組の最後にプレゼントキャンペーンのお知らせもありますので、ぜひ最後まで見てくださいね。おい、いいね。はい。で、話は変わるんですけれども、去年始めた STEAM教育のプロジェクトですね。はいはい。積み木プロジェクトね。うん、そう。学研さん、タミヤさん、愉快工学さんと一緒に、メカとエレキを組み込んだプログラミング教育について共同プロジェクトを始めたんですよ。これの、ワークショップを4月に板橋の教育科学館というところで実施しまして、これ盛り上がってたね。子どもにとって3時間って長いのかなと思ったんですけど、うん、子どもって集中力を切らさずにロボット作りとかプログラミングに乗り込んでましたね。自転車で来てた少年、ヘルメットの周りをね回るプログラム作って、最後にね標的倒して、あれトイレ行かないでずっとやってたよね。あれやってましたね。いいプログラムになると思うわ。もうそういったことが狙いなんですよね。うん、楽しくてどんどん自発的にやってましたからね。そうね、勝手に学んでほしいよね。そうですね、自発的にですね。今後もこんな感じで積み木プロジェクトの活動にご期待ください。はい、期待します。最後にですね、お得な情報をお届けしたいと思います。なんと本製品の発売後、ブログやSNS で作例を披露していただける方については、数量限定にて、コシアン5をプレゼントさせていただきます。え？あげちゃうの？あげちゃいます。はい。おお。ぜひ、これでですね、面白い作例を作っていただきたいんですよね。作例をブログや SNS に掲載していただけたら最高だと思ってます。いいね。はい。ご希望の方は、こちらの QR コードに表示されているマクニカウェブページに、プレゼント情報を掲載する予定ですので、ぜひブックマークしておいて、今後随時チェックしておいてくださいね。ぜひ。本日は動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。